天才のひらめきを持つというフレーズを耳にしたことがありますか？驚くほど革新的なアイデアが頭に浮かんでくる、あのひらめいた瞬間です。3500以上のひらめきとそれぞれ一つ一つに特許を取得しているというのはどんな感じなのでしょうか？ドクター中松ならご存知のはずです。それではとっても風変わりで疑いようもなく多産な発明家の彼をご紹介しましょう。まずはじめに名前に関して一言。中松という名前ですが、英語ではこちらの中松ではなく、こんな中松という表記。読み方は普通に中松ですけどね。本当に敬意を示したいのであれば、さあドクター中松と呼んでください。本人によれば、マルタ騎士団にナイト爵を授かったそうです。マルタ騎士団は否定してますけど、ドクター中松にはこのような話が多いのであしからず。名前は置いておいて、一つはっきり言えることがあります。ドクターはたくさんの人から日本のエジソンと称されています。エジソン自身の特許は1093個なんですけどね。ドクター中松はよく自慢げにこの話をしてますよ。このお方はその性格に劣らない色彩豊かなスタイルの持ち主です。東京のようなたくさんの人がいる街でも遠くから見つけられることができるのではないでしょうか。身につけるのはオーダーメイドのスーツ。柄はチェック、ピンストライプ、ゼブラストライプ、ベルベット、キラキラの飾りとラインストーン、一般的なブラックやネイビーやグレーでも個性的なネクタイを添えて明るさをプラスします。要するにですよ、ドクター中松は変わり者なんです。だからこの人の脳がどんな発明品を生み出すことができるかは想像してみるしかありません。数が驚くほど多いだけでなく、そのほとんどはかなり変なんです。例としてぴょんぴょんブーツを見ていきましょう。スキーブーツのようですが、丸いバネが下についています。そこら中をぴょんぴょん跳ねることができます。正直言えば楽しそうですよね。アメリカなどではビッグタイムトイズからムーンシューズという似たようなおもちゃが発売されてたみたいです。それはさておき、秘密の忍者武器が仕込まれた自己防衛カツラというものもありますよ。これご本人の言葉ですよ。最悪の状況の際にカツラを取り外して敵に投げつけます。さらにカラオケマシーン、デジタル時計、 CD、DVD も自分の発明であると主張しています。その他は省きますね。しかし本人が最も誇っている功績といえばフロッピーディスクの発明でしょう。こんなの覚えてます？あ、知らない？じゃあ親御さんに聞いてみてください。それはいいとして、誰がフロッピーディスクの特許を取得しているかと検索すれば IBM が結果に上がってくるはずです。ドクター中松は IBM が特許を取得する17年も前の1950年代に自分が発案したと話しています。もちろん IBM はドクター中松の主張など相手にしていません。しかし1970年代同社は十数個のライセンスを彼から取得しています。どちらを信じるかは皆さんにお任せしますね。ドクターは自分が発明してもいないものを作ったと主張する頭のおかしい性格の人というわけではありません。ドクター中松は一般の人からも権威ある機関からもきちんと敬意を払われているんですよ。マンハッタンにあるミュージアムから初の特別功労賞を受けたのもドクター中松です。またインターナショナルテスラソサエティからは最も影響のある科学者トップ5に選出されています。ニコラ・テスラ、アルキメデス、マイケル・ファラデー、マリ・キュリーと肩を並べているということです。ドクター中松は初めの選択が違ったら多産な発明家にはなっていなかったかもしれません。
ずっと飛行機のデザイナーになりたかったと話しており、5歳の時に飛行機のための自動重心安定器を発明したと主張しています。全てが始まったのはこれがきっかけなのではないでしょうか。14歳の時に台所で母親の助けになるようにとポンプを発明します。このポンプは後に商品化され、石油ポンプとして使われるようになりました。賢い子だったんでしょうね。そしてその後、東京大学に進学しています。しかし、ここまで来れば皆さんも思ってるんじゃないですか。新しいアイディアを生み出し続け、3500個までコレクションを増やすことは可能なの？ドクターにはクリエイティブなアイディアを作り続けるためにちょっとしたコツがあります。その一つは、プールに入ってそこに座り込んで革新的なアイデアが浮かんでくるのを待つという方法です。この方法が彼には効くそうです。生み出した数を見れば議論の余地はありませんよね。水中にいながら物が書けるようにウォータープルーフのメモ帳も発明したらしいですよ。セレブレックスと命名された美容院で見るようなドライヤーチェアに似たものも発明しています。ドーム型のドライヤーが頭に降りてくるのではなく、ドクター中松のチェアは暗い色の布が顔と頭を覆います。また足を温めて脳をクールダウンさせて思考機能を改善してくれるそうです。彼の家には考えが浮かぶように様々な用途向けの特別な部屋があります。安らぎの間という部屋があり、これは金の壁のいわば小さなトイレです。ここに座って想像力を邪魔するテレビやラジオの電磁波に影響されずに考えることができるそうです。金の壁が電磁波を遮断とのことです。動きの間と呼ばれる場所もあり、ここでは座ってベートーベンの交響曲第5番を聴きます。厳密に言えば部屋ではなくエレベーターですけどね。すいません、細かいお話しちゃって。脳の機能を高めるコツは食事習慣にもあります。ドクター中松は1日1食しか食べません。さらに食べたものは写真を撮ります。実際過去30年間この毎日1食を写真に収めています。理由ですか？食べ物を分析して自分に合うものを理解するためだそうです。食事とその人の知能の関係の研究において、ノーベル賞の面白パロディ的なイグノーベル賞も受賞しています。彼は本当に良いところに目をつけたと言えるのではないでしょうか。この食事の特殊性のおかげで長生きできているかもしれないんです。2013年、ドクター中松はがんと診断されます。状況は芳しくないというのが医師の判断で、1年生きれば良いというものでした。しかし彼は研究を続け、次から次へと発明をしていきます。この診断によって彼は新しいプロジェクトを得たのです。創意工夫と発明でがんを克服するという目標です。この病気と戦う手助けとなってくれる新しい種類の椅子、ガンガンロボット、特別なお茶などを生み出します。免疫力を高めてがんの治療として働く歌も作りました。現在90歳のドクターは肉体的にも精神的にもご健在です。それだけでもすごいですよね。休んだり引退することは考えてもいないそうです。ドクター中松はまだ自分を若いと考えていて、人生の半分を過ぎたところだと認識しています。143歳になった時、休みを取ることを考えるかもしれないと語っています。私考えたんです。すでにずっと生きることを可能にするような何かをドクター中松なら開発していてもおかしくはないなって。世界中の人を幸せにして、そのことで自分自身も幸せになれるため、ものを生み出し続けているドクター中松。もしかして最大の発明はその姿勢と人生へのアプローチ？とっても風変わりで天才で楽観的なドクター中松のように生きることで、どんな人にもメリットがあると思いますよ。
さて、どのドクター中松の発明を試してみたいですか？私はあのジャンプする靴ですかね。とにかくコメント欄で教えてください。新しいことが学べたら動画を高評価してお友達とシェアしてくださいね。あ、まだちょっとお待ちを。ブライトサイドは2000以上の素敵な動画をご用意しています。動画の右か左を選んでクリックして楽しむだけ。ブライトサイドに仲間入りしちゃいましょう。